続いて地域資源バンクニューの西井さん、はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。三重県の多気町というところから来ました西井と申します。私たちの取り組みは未知資源の活用という取り組みです。未活用の里山の中でマウンテンバイク全長5キロのマウンテンバイクのコースを作ったところ、全国からマウンテンバイクファンが駆けつける山になりました。でその道はですね、地域の皆さんと役場の皆さんと、そしてこのジャージを着ているのは私これ借りてきたんですけれども、ダウンヒルの全日本チャンピオンがあのコースを監修して作っています。